シャルル・アンチジェールはフランス陸軍の軍人及び政治家で最終階級は陸軍上級大将。第二次世界大戦では独仏急戦協定のフランス代表団長として交渉に臨んだ。シャルル・レオン・クレマン・アンチジェールは1900年にサンシール陸軍士官学校を卒業しジャンバティスト・マルシャンの探検隊の一員として参加する。 植民地軍不評部隊の将校として任官する。第一次世界大戦では、バルカン戦線に従軍し、連合遠征軍司令部の作戦部長を務める。アンチジェールは、ルイ・フランシェ・デスペレーの処遇をめぐり、トルコとの交渉に参加する。1938年に、アンチジェールは、陸軍高等会議に入る。第二次世界大戦間の1939年から1940年に、 かけて、はじめに、第二軍、次に、アルデンヌ方面の守備を担当する第四軍集団の司令官に就任する。1940年5月10日に、ナチスドイツのフランス侵攻が始まり、この時点で、軍情報部は戦役について差し迫った脅威があると、警告していた。アンチジェールは5月13日に指揮下の第二軍と、共に、スダン突破で、交戦状態に突入する。 この戦闘で、アンチジェールは、不適切な対応と主導権の欠如により、ドイツ軍の侵入を許してしまった。しかし、アンチジェールは巧妙な軌道によって放棄しその責任を、アンドレ・ジョルジュ・コラー将軍に追わせた。その後、アンチジェールは、コンピエーニュの森で開かれた1940年6月22日の、独仏休戦協定とローマで開かれた1940年6月24日の、 急戦協定のフランス代表団長として、両急戦協定に調印し、そして、ビースバーデンに置かれたドイツ急戦委員会の構成委員となる。ビシー政権成立後の1940年6月25日に、陸軍総司令官に就任し、そして同年9月6日には、陸軍大臣に任命され1941年8月11日まで、その職にあった。 アンチジェールは、陸軍大臣として、ドイツに対しては、講和会議の開始前に、戦争捕虜の解放や、休戦協定の軍事事項の緩和、イギリスからの植民地防衛のための諸政策、自立したフランス軍の増強の交渉を進め、かつての同盟国であったイギリスに対しては、メルセルケビール改戦の報復として1940年9月24日と25日に3度に、渡り、 ジブラルタルに空襲を仕掛け、イタリアに対しては政府を代弁する形でフランスは、イタリアを勝者とは見ていないと説明するなど、ビシー政権の微妙な立場を確保、維持、発展させるため、多方面に活動した。国内にあっては、当初、ピエール・エティエン・フランダン副首相とフランソワ・アダルラン、海軍大臣との三党政治を組織し、後には、フィリップ・ペタン主席に解任されたピエール・ラバル。 元副首相の復権に尽力した。1941年11月12日、北アフリカでの軍部隊の検閲を終えて帰国する途上、登場していたポテ662が、セベンヌ山脈があるガール県ルビガンで墜落し殉職する。視界は悪く、機体は、旧式な無線機器しかないまま状態のまま、ビシー空港を目指していた。葬儀は、 同年11月16日にドイツ公官も列席する中でビシーにある大聖堂にて執り行われた。解約式はノートルダム大聖堂で執り行われる。彼の未亡人はフランシスク勲章の初授与者となった。ありがとうございます。